リーチ、エンゲージ、子孫繁栄。国立映画学園中東部隊は、カイドウ・タカシによる日本のライトノベルである。イラストは、CHR が担当している。が文庫より、2010年2月から刊行中である。第1回が文庫大賞編集部特別小受賞作。国立映画学園中東部に通う矢島平太は、地味で奥手な。 平凡な中学2年生である。ある日、学年ランキングの結果に納得できない、四季島美希の普段とは、別人のような素顔を知ったことから、エッチな恋のバトルに巻き込まれることになる。国の少子化対策の一環として設立された、国立映画学園という中高一貫校を舞台に、している。中等部の生徒数は1学年200名以上の、マンモス校である。 学園の理念は、若いうちからの異性交流の推奨であり、不純異性交流も認められており、命中さえしなければ、羽目を外しても良いという校風である。学園独自のカリキュラムとして、恋愛があり、教師が異性とのコミュニケーションのやり方を教えている。毎月生徒たちの投票で人気の生徒が決まる、学年、ランキングというシステムがあり、男女上位3名には、学園長から、 風変わりな特典が与えられる。リーチ、エンゲージ。レイシソン・ハンエー。国立映画学園中等部隊2010年2月28日。初版発行 ISBN978 から4、から 7973586229. リーチ、エンゲージ。ニシソン・ハンエー。国立映画学園中等部隊2010年6月30日。 初版発行は ISBN 978から4から797360233ありがとうございます。